大阪市愛学院は、大阪府大阪市上東区古市二丁目にある、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、短期大学からなる私立の総合学院である。保育園、幼稚園、小学校は男女共学で、中学校、高等学校、短期大学は女子校である。学校法人大阪市愛女学院が運営する、通称は、 親愛。レーヌアンティエによって、フランスで創立された諸ファイユの幼きイエズス修道会を設立母体とし、キリスト教精神を基礎に教育活動を行う。保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、短期大学を同一敷地に併設している。命を育む親愛教育、キリストの教えに根ざした教育一人一人を大切に、 する教育能力の開発を目指す教育自己形成を促す教育社会貢献への態度を形成する教育保育園、幼稚園は男女共学である。小学校は2018年度から男女共学となった。中学校、高等学校、短期大学は女子のみ募集している。和歌山新愛大学、和歌山新愛女子短期大学や、久留米新愛中学校、高等学校、 熊本新愛女学院中学校、高等学校は姉妹校である。子ども教育学科は保育士資格と幼稚園、教諭二種免許状に加えて希望者は小学校教諭二種免許状も合わせて取得できる。看護学科では看護師国家主権受験資格が与えられる。2022年4月に設置認可申請中の大阪新愛学院大学を開学予定である。 詳しくは、大阪新愛学院短期大学を参照。進路希望に応じて、コースに分かれて学習する。高等学校のコースカリキュラムとして、1年生は、基礎力養成期として、特進コースと進学コースに分かれている。2.3年生は、目標と実力に合わせて、国公立大学進学ステージ、南関私立特進ステージ、 総合進学ステージの3つのステージに分類され、生徒自身で進むべき進路を選択する。総合進学ステージは、総合進学、看護医療、食物科学、発達教育コースがあり、より専門性を身につけることができる。必修教科の中に宗教があり、月1回程度の頻度で、ミサが行われ全員参加が義務付けられている。中高で毎日行われる、朝礼、 修例では、教員、生徒会役員からお話がなされ、その後お祈り、聖火聖書が行われる。2022年度入学より、男女教学科がスタートする予定である。同時に、制服の変更やコースの再編なども行われる予定である。高度な先取り学習で、国公立大学、医薬系大学などの難関大学を目指す、スーパー分離コースと文化。 スポーツ活動と学習の両立を実現する学祭コースを設け、6年後の進路を見据えた学びをサポートしている。世界的視野を持つ人材を育てる英語教育を重視している。年間行事やクラブ活動が盛んであり、体育大会や文化祭など一般的な学校行事に加えて、英語発表会、合唱コンクール、クリスマス祭など多くの行事がある。 2022年度入学より男女共学科がスタートする予定である。同時に制服の変更やコースの再編なども行われる予定である。担任以外に音楽や体育、図工、宗教、英語、お作法、情報など専科教師が多く学びを支援している。世界的視野を持つ人材を育てる英語教育を重視している。 最先端の ICT 機器を効果的に活用しながらも全ての教科で探究型の動的学習法を取り入れ、対話に富む共同的な学習を行っている。いたわり助け合う心と自信を育む日常的な縦割り活動を行っている。希望者は放課後に学内で食育を取り入れた料理教室や短期大学の教員が指導するマリンバ教室。 英会話や体操、プログラミング教室などのスクールプラスを受講できる。モンテス総理教育の考え方により、子供の自己教育力を発揮させる環境づくりとして、日常生活の練習、感覚教育、言語教育、数教育、文化教育の5つの教育分野を用意し、実践している。保育時間内に英語レッスンがある。レッスン以外の時間も、 幼稚園専属のネイティブスピーカーの先生が各クラスに参加して一緒に食事をしたり遊んだりするので生活の中で自然に英語に触れることができる。モンテス総理教育を実践し子供自身の学ぼう、成長しようという意欲を汲み取り受け止め、寄り添い自由で自発的な活動を手助けしている。温かくて美味しい食事を園内調理している。 園庭菜園での種まきや収穫、実物での五感への刺激、旬の食材や行事食、食事準備や片付けなどの食育を実践している。親子触れ合い遊びや懇談会などを通じて、家庭との連携に力を入れている。卒業生は、大阪新愛学院短期大学同窓会めぐみ会の会員となる。めぐみ会は、大阪新愛女学院幼稚園教員。 養成所及び大阪新愛学院短期大学の卒業生で構成する同窓会で1962年7月の総会にて結成された。会報の発行や総会、懇親会等の開催を中心に活動している。卒業生は大阪新愛女学院愛友会の会員となる。愛友会は1912年3月に発足し、 大阪親愛高等女学校卒業者及び大阪親愛女学院高等学校の卒業生で構成する同窓会である。開放の発行や総会、懇親会等の開催を中心に活動している。中学校、高等学校様々な場で活躍。大阪親愛学院は大阪市の城東区と鶴見区の2カ所にキャンパスがある。ありがとうございます。